はいどうもこんにちは、ピアソのイです。今回は新ハンターグレイスをワンオンワンしていこうかなと思います。交互にね、ハンターとサバイバーで遊んでいこうかなと思うんですけども、今回ねお相手にねウルフっていう僕のお友達のめちゃめちゃハンター上手い人、もうそれこそ COA2 から世界大会出てて今もバリバリで GR に所属してるレベルの人、やばい来た。いやどうなんだろう、サバイバー目線難しそうだな。まあ普通にとりあえず王道のチェイスをしていこうか。ぐるぐると回りながらね。待てよ、どこに道引いた？これどっかに投げた。でもこれこの状態の時は大丈夫だから。ああ刺激溜まってる、めっちゃ溜まってる、30パー溜まってる。あの普通に足速いな、こい。あ速っやばい、香水触れなかった。なるほどね、めっちゃ振り速い。このハンターの強みとして通常攻撃っていうのは結構強いかもしれん。これ死ぬね。さあとりあえずあの範囲に入らないようにとにかく移動していっていくって感じか。これ死ぬね。危ない、湿気ゲージ、湿気ゲージやばい、湿気ゲージやばい今40%溜まってて、これまた森投げた、森投げてる最中はこれ何もできないから、もう最悪ここにでもいい、最悪ここにでもいいあ危な、危ない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 、やばい、あと80、あと80、やばい死ぬ、危な、ああやれた、うまっ。いやよくわかんない、どこら辺が範囲内にいるのかよくわかんないわ。さあ始まりました。やっぱ苔村が一番似合うねこのキャラクターは。で今回はちょっと、この動画自体がね結構戦略の研究したさみたいなとこあるんで、めちゃめちゃ範囲広くとって感謝でもう完全に覆っていく立ち回りをちょっと研究してみようかなと思います。さあいたいたいた、これこっち側に槍投げといて高速で移動していって、こういう高低差ってどうなんだろうな、引っかかったりすんのかな。さあこれで一気に距離を詰めていって回収、まあでも基本この殴り方になっちゃうな、どう頑張っても。さあこれ結構なんかそのよく分からんとこに置いておりますけど、さすがに高低差あると無理なのかな。さあここ降りる、降りさせる、いけ森飛べ。あ、上だったら上に作れるのか。こういうとこどうなんだろう。あ、でもこれでこんにちはして。これは冷静に一発。さあいいよ。あ、でもなんか、あ、でもここで普通に食らっただけか。やっぱ高低差無理っぽいな、なんか。うん。あ、でもなんか、え？溜まってる溜まってる。ここ歩いても溜まってるから、高低差あっても結構いけるのかもしんない。あ、なんかちょっとラグくなってない、なんかちょっとラグくなってない、なんかやばい、めっちゃラグい、めちゃくちゃラグい、助けて。さあちょっとラグくて落ちてしまったので、気を取り直してもう一戦遊んでいこうかなと思います。これどうやらね、上下でもね影響を受けるっぽいんだよね。さっき上で水引いてたんだけど、それを下にいるサバイバーが水の影響を受けてたから、多分これ下に引いておけばかなり強いんじゃないかな。さあどこだ、いた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 、まあ、とりあえず今回も監視使って、もう一回遊んでみようと思ってるんですけども、ここ窓の外からぶん投げて、でこっち側行きながら、なかなか感謝反応しないな。あー、オッケーオッケー、いた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 。これ結構範囲広いよ、きついんじゃない、逃げれるかな。あ、逃げてるわ、うまく逃げてるわ。ただもう一回水の中に押し戻すようにこっち側から追っていけば、もう一回入ってくれてない。あー、オッケー、入った、一瞬入った、オッケーオッケー、どんどん溜まってる、74、過去最大、過去最高数値きた。でこれでがっつり引いていってこれどう、あーダメか。まあ、とりあえず香水振ってもらって、香水振られるとこれどうしようもないね。ただこれはもう大丈夫、 OK。 まあ本来はここでフクロウがあるからもう少しチェイサー伸びちゃうんだけど、いやむずいね、これ上行ったんだったらこれまとめて囲っちゃおうか、そういった戦略もありなんではないか。こっち側に投げといて、でミューンって行って、これ感謝、あ感謝置けないんだ、あ待って、そっち側行くんだったら、やべ、なんだそのフェイント、途中で戻ってきちゃった。じゃあもう一回頑張っていきましょう。よし、さあ順調に足を進めて逃げていく、こん中かな。さあここまとめて囲いよ、はいオッケー、で囲って 25%30%40%、 どんどん溜めさせる、どんどん溜めさせる、でそっち側行く、なるほどね。で水の縁効果を入れたいところ、さあもう一回入った、これ食らうんじゃない、絶対食らうでしょこれ、よし初めて倒した、嬉しいここに来て初めて水の縁の効果発動しました。さあ今回採取を使ってきてみました。うーん、どうしようか、とりあえずここの2階建てチェイスしてみようか、高低差のあるチェイス
意外とそのグレイス苦手なのかなって思ったんだけど、どうやらさっきの見てる感じ高低差だったとしても、うわなんか囲まれてないこれ、あー囲まれてきてるねこれ。まあとりあえず普通に降りていきまして、まあここでぐるぐるチェイスしてみましょうか。まあ普通だったらこういう風にチェイスしていくと思うんで、追いつかれるか普通に。なんか投げたね、槍投げたね、これ追いつかれそう、めちゃめちゃ。あどこいった、どこいってるこれ。湿気ゲージは溜まってないから、はい、祭祀のクソゲーをかましていって、まあ、もう少し待ちますか。あ3パーなんか食らってる。でこっち側来てるから、これしっかりこの回収したの見てから戻る。いやーどうしようかな。やばいやばい、囲まれる囲まれる、これやばい、なんか60パーも食らってるんだけど、知らんうちに60パー食らってる。まあただこれで一旦リセットは入らないのか。一発食らっても、水のゲージは下がることはありません。湿気ゲージであのダメージ食らわない限りは大丈夫なのかな。やばい、ジェットコースター乗ったら遊園地のクソゲーが始まっちゃう。やーばい、早いぞこれは。いた、しっかりこっち側行って、これ街でいいかな。ここ溜まってないよね、ここ溜まってないよね。あー乗られ入られる。わーい、ジェットコースター乗っちゃおう。これ何ボタンで乗るの、いた。やばい、パソコンで乗り方わからんすぎた。さあ続きまして、レオの思い出でやってきました。このさ、極端な話、思い出の工場丸ごと囲ってしまえばもう勝ちみたいなとこあるんじゃない。工場内にいたらもうそれでおしまいだよみたいなことになるんじゃないかな。まあただ距離感がね、なかなか範囲広いんで難しいんですけども、これ工場内じゃないですね。工場内では、工場内か。さあ向こう側にいる、うん、これも回収しちゃって多分入るんじゃない、これで。あこれ食らわないんだ。あめっちゃこの真下に作ってるとさすがにこの距離感は当たんないらしい。なるほどね、そういうことか。感謝どうなんだろうな。結局特質感謝と鬼没で悩んでまた感謝で持ってきては見たんですけど、うん、個人的に感謝できるんだったらやっぱ感謝の方がこれね、とどめれるから強いかなと思うふうに思ったんですけど、ただね感謝とこれね殴れない可能性がありますねこれね。さあこれまた落下コースに、また落下コースにするんでしょ。ああどうしようもできない、どうしようもできないもんなこれな。でこれで、ああ今待ってる間森回収してクールタイム稼いどけばよかったな。なるほどね、森を早めに回収する、そういうやり方もあり。もう5万溜まっちゃったよ。5万溜まっちゃってます。いや惜しい、入んなかったか。どうしようこれ、感謝多分無理ですね、一生多分いいルートというか強いルート取られちゃうとどうしようもできない可能性が見えてきました。さあこれ投げといてダッシュしてもう一回いけ、よし、あーなるほどね、これ窓でも結構当たるわ、なるほどなるほど。さあただこのダッシュ使ってしまったんでしばらくクールタイムが発生している。よいしょ、存在感溜まると強いね、オッケー、よし。さあ続きまして永眠町で遊んでみようかなと思います。さあ向こう側設置されて、やばいこれ囲まれる、これ結構やばいな。さあとりあえずこれで姿だけ見て、やーべえこれ範囲クソでかいな、ダメージ食らうダメージ食らうダメージ食らう。え永眠町強ない、こういうなんて言うんだろう、場所多いじゃん永眠町って。これ入らないようにしなきゃいけないから、あそこもう逃げ道なかったくね。やーべえまた来てる、また来てる。まあでもこの槍が刺さってるところをしっかりと避けていけば突進一回外すとやばいなこれ。あーまずいです、それは本当にまずい、本当にまずい。そこで見ておいてもらって、これ引かれ、あーさすがにちょっとさすがに間に合わんか。ここ大丈夫だね、湿気ゲージまだ大丈夫で、やばやばいやばいやばい、なんか 50% 溜まってる、危な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 、死んじゃうって。いやここもう入ったら 90% になってる、やっぱ永眠町強くないこれ。いやーやられた、永眠町強いわこれ。さあ続きまして、苦手な人多いのではないでしょうか、中華街。中華街でね戦えたらね本当にいいんだけどね。さあ向こうが投げながら、どこに刺さった、あーでもなんか徐々に徐々にこの槍って落下していくんだ。あそこが投げたけど結構下の方に落ちてるわ。さあここすでに板が割れている、そういう風に通っていくんだったらなんとか追いつけそうではあるけど、
ああ森の回収、ああちょっと変な方向から引っ張っちゃったな。森が今どこにあるのかよく見とかなきゃダメだな。さあとりあえずこれ順当に追ってはいくんですけども、今投げればここで結びついていけたかもな。そこから通ってるんでこっちが、あどこだ、こっちか、こっちが投げていって、これ純粋に反対側から追ってもいいけど、ここね2階があるからね、どうしようもないっすね。危ないそれ落下コースに間に合う、落下しても OKOKOK いるねさあなんか分からんけど 1% 入って、あーなんか森が変なとこに刺さっちゃった。じゃあここぐるーっと囲っちゃって、はいこれで 25%30%、 ただ向こう側に、はい行かせないようにぐるぐると追っていけばなんとかなるんじゃないですか。 70% もう溜まってるよ。ただこれ香水使われちゃうな。で戻る、えなんで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 、なんか分からんけどダウンした。香水戻っても速攻で食らっちゃったんかな。あ多分戻ったら湿気ゲージを戻ったから2回食らったんだ。だから香水って巻き戻るじゃん前の状態に、だから湿気ゲージがある状態に巻き戻っちゃってすぐ食らったんだわ。なるほどな。あなんかあれ遠くでもなんか森が刺さってるの見えるな、めっちゃ遠目で見えたわ。あ今なくなったってことは今回収してんじゃないかな、多分森があと3秒ぐらい投げれない状態のはず。さあいい感じに距離取っていきますかさあ森を投げる、これ森投げてもね刺さったりはしないから、しっかりこれ囲まれないように囲まれないように遠くに行きたいんだけど、これ囲まれないよね多分ね、多分大丈夫だよね。そんな向こうまで行かないでほしい、やばいこれ囲まれる。一旦これ戻ったけどこれルートがやばすぎる、変なとこ来ちゃった。次の板まで間に合うかな、多分なんとか大丈夫だと思うけど、あー投げてくれた、危ない。これはあれですよ、危ねえ、もう一回使えるから危ない。やばい、やっちゃった下手くそ超高しちゃった、あ惜しい、食らっちゃったな。やっぱこのなんて言うんだろう、ゲージから離れようとしすぎてしまうとちょっとどうしようもない感じになっちゃうな。どっち方向にサバイバー逃げるのがいいんだろうな、森がある方向に逃げていくのがいいんだろうな。これも戻ろうとしたけど戻れんかっただけ、危ねえ危ねえ危ねえ、今回収されてたらやばかったな、やだ。いやーでもこれ入っちゃうしかないな、大丈夫、湿気ゲージ溜まってても大丈夫。30発次こっち側行ってゲージ出て、あーでも気合で仕留めようとしてきてる、こっち側行くふりしてタックル怖い、これこことかで避けれるんじゃない、危ないもう一回ある、やだやだ、絶対この人仕留めれるのにタックルで止めようとしてきてる、これ乗り越えよう、危ねえむずそうだなこれ、あれで仕留めるのが、いや死んじゃう、うん、いいよ来い、このタックル余計がどこまで決まるのか、あーもうやばい、一回森投げた、こっち側行くふりしてここ戻る、いてー至近距離でやられたら無理だな。さあこれラスト病院でちょっと気になることがありまして、この病院をねあの1階の部分をぐーっと囲ったら2階に対して判定がどこまで当たるのかっていうのを試してみようかなと思います。さっきレオの思い出でねちょっとやった感じ怪しそうではあったんだけど、こっち側に投げていってぐるーっと回ってでこの距離感でもう完全に囲っちゃってこうとか、これだとあさすがに入った判定になんないな、多分これ上にいると思うんだけど、自分がちょっとでも上に行きながら水ばらまけばいいのかもしれない。あそこか、OK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 、 さあサバイバー見つけた、まあ、向こう側に投げながらでこれ降りる、でこっち側に縁があるから、あでもこれ院内強いんじゃない、あでも階段とかがまで行かれちゃうとちょっとあれなのか、難しいね。でこれまた、あと院内割となんか知らない間にゲージ貯めるみたいなこと結構できそうだけど、まあでもこれ普通に、さあ袋使う。でもそもそも病院の院内何が強いって、距離をねずっと取られるっていうのが強いマップだから、マップというか形状の建物だから、あー今消えちゃったな。だからこの移動スピードアップで早めにこうやってサバイバーに追いつけるっていうのはこれかなり強いね。回収して間に合うか、あーうまい、
おらあえて突っ込んでいく。で、まあとりあえず外に出しとこうか。外に出しておきながら高速移動して、ここ行け。よし、いいよ。もう一回当てればもう勝ちなんだけど。あ、惜しい。まあここ乗り越えるしかないな。何としても俺もあのタックルで仕留めたい。いやけどもうこれあれだもんな、湿気ゲージ見て、さっき50貯めたのにさ、もうあれなんだけど、ゼロになっちゃったんだけど、さすがにこれゲージがさ少なくなるの早すぎない？これ結構広いんじゃない？30溜まってる。でここ板破壊する。で30、40、50とどんどん溜まるよ。溜めさせる。で70で無理やり行くけどまだある。あ、うまい。それ袋で、しかも袋でやったらゲージがリセットされてるわ。なるほどな。まあでもこういうとこはやっぱ強いね。グルチェには対策できますよって感じ。さあこっちまで移動していって、いや惜しい。むずい、むずすぎです。これ完全にこのぐらいで覆っちゃって、いや惜しいな。ダメだな、これで入ってない。え、どこに作られてんの？これどこに作られてるんですかゲージ。まあ今回鬼没は使わず仕留めたかったけど、なんとしても一発殴れるか。よし、OK。まあといった感じで今回は、グレイスでワンワンしてみたらどんな感じになるのかっていう、検証でございました。まあ今ので分かった感じ、ファーストチェイス強いキャラではないのかなっていう風な、個人的にしました。まあただ存在感が溜まって、あの突進が使えるようになって、あの突進でさ複数のサバイバーヒットするから、椅子前に水の縁をめっちゃ引いておいて、でそのまま、タックルしまくって救助狩りみたいなダブルダウンとかは結構強いかもしれないです。まあということで、また引き続きね、実装されたら遊んでみようかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。